こんにちははこんばんばノーミルク佐藤ですちょっと今日はですね、ちょっと違う動画出す予定だったんですけど、うわっと思ったので、今日はもうこの画像出ているこちらの話をしていきたいと思います。元日本代表、まああとは他にもモロッコとかね、アルジェリアとかも含めてですけど、えーまあ、元日本代表指揮官でもあるハリル・ホジッチさん、もしかしたらか 韓国代表の監督になるかもしれませんっていうことで、監督会議よろしくお願いします。まあね、ちょっといろんなことがあった韓国代表、まあ、アジアカップにおいて、まあ、ちょっとなかなかね、えー、日本よりもアジアカップ自体での成績っていうとベスト4までいってるんで、まあ、上っちゃ上ではあるんですが。 あくまで見ると、ね、ただ、90分間の上で勝ちきれたかどうかみたいなところだったりとか、いわゆる、あとはこう戦術的なものとか含めてどうだったかだったり、そもそもの話で言ったら、お前、韓国にいるっつったじゃねえか、なんでアメリカ帰ってんだよみたいなものとか、K リーグ視察するって言ったでしょ、なんでしてくれないのとかだったり、まあ、いろんなことがあったわけですよね、韓国代表さんの方で。 でまあ、クリンスマンさんがお辞めになられて、で、次どうすんのって話が出てて、ただ、日本と、てか J リーグと一緒なので、K リーグに関しても。 これから開幕だよっていうところで、急に、じゃあね、今、名前がもともとなんか何人か、韓国人監督の方の名前は上がっていたってのはあるんだけれども、いきなり持ってかれるっていうふうになったら、リーグどうすんだよって話になっちゃったりだとかで、まあ、さすがにそうだよね、厳しいよね、難しいよね、なんていうふうになってしまって、さあ、どうすんだっていうふうになって、で、結局今上がってきたのが、 ハリル・ホジッチさんってことにどうやらなってるみたいですね。あのー、まあ、これからもともと、まあ、もう、まあ、まあ、まあ、先にちょっとオープニングってことで一応言っておこうと思うんですけど、あの、一応ね、こちらのチャンネルも、あの、ミルワーカと同じような感じで、えー、ノーミルク、佐藤が一人でこう、バーバあいろいろ喋ったり、データとか戦術ボード使いながらいろいろやったりするチャンネルではあるので、であの、チャンネル登録まだだよって方は、もしね、あのちょっと興味あるよって方は、こう、していただけたら嬉しいなーってところがありますけど、 まあちょっとこのまま先に行きましょう。あの一応、ほらねこのアジアカップでちょっと中,中断っていうか、あれしてたからですけど、日本もほら来月、まあ、なでしこに関して言えば水曜日にまたありますけど、男子で言うんだったら来月にまた2次予選あるじゃん、北朝鮮戦がホームアンダーウェイでさ。だから、もちろんながら韓国も同じような日程でやってるので、3月も6月も2次予選あるから、ある意味ではアジアカップ抜いて考えたら、2次予選の途中で監督解任みたいな感じになっちゃったんですよね。 でもう時間がないから、どっか他のところから呼ぼうにも、韓国国内にいる監督であったとしても、呼ぼうにも、もう時間はないから、だからとりあえずは元あのベトナム代表監督、だから前回のと戦ったら、あれですよね、あのパク・ハンソさん、日本大っ嫌いな人ですよね、もなんだ、あれはみたいな感じになってくるあの方を、一旦3月に関しては、韓国代表の暫定指揮官にどうやらつなぎという形でするみたいで、その後はやっぱり外国人指揮官を連れてくるよって話になってるみたいですと。 で、今んとこ上がってるのが2人で、本当に来んのかなと思いますけど、1人がまあハリルさん、で、もう1人がビエルサさんっていう形になるので、2人ともこう、いわゆる球際系ですよね、あの、デュエルのところだとか、あとはプレッシングみたいなところとかで、 こうなんかこうボールのこう流れをこう作ったりもしくは閉じたりするのがうまいような方々だか,だ,かだから韓国としてもそういう,こう強度系のサッカーでもやっていくだから日本で言っても4 4 2型のサッカープラスロングボール系になってくるケースっていうのは結構あるなぁとは思いましたけどまあここはどうなるかわかりませんがただやっぱちょっと気になったのは今日思い主に話していきたいのは 韓国、本当にそれでいいのかっていう話をちょっと僕はしていきたいなっていうふうに思ってたりします。というか、これはだから、これを聞きいただいてる皆さんにも別にこの俺の論を押し付けたいみたいなところは正直ないんですけど、正直ない。けど、これは考えた方がいいよなって思うこととして、多分これを聞いてる方で多分森保アンチ系の人ってあんまりいないんじゃないかなって思ったりするんですけど、森安… 的なものとかアンチ的なものとか全く関係なくやっぱり考えなきゃいけないのは。 そもそもあのその国のサッカーっていうのがちゃんと伸びていくかどうかってことだと思うんですね。で僕はこのちゃんと伸びていくっていうところはもちろん戦術的なものの定義っていうのはまず絶対要件としてとかゲームモデル的なものとかもちゃんと用意しなきゃいけないっていうのはそりゃあるんですけどやっぱりその前提条件のところがもっ,ともっと手前の前提条件のところが崩れるんだったら意味がないというか,だか例えばですけどやっぱり前回の,その日本代表のところでハリルさんが辞めて やめてってか、やめさせてですよね。要は日本代表的なことで、日本代表、JFA 的なことで言うと。そこから、西野さん、森保さんっていうふうに学んでいきましたけど、あの時の問題っていうのは、やっぱり選手と、 そしてハリルさんっていうところにもう大きな溝ができてしまったっていうふうに言われてたりしますがもっと言うんであればもともとあんまりこうハリルさんそこまでこうなんかスポンサーサイドに対しての配慮とかほぼなかった我々からすれば別にそんなのがなんぼのもんじゃいっていうのもあったりするけど全く配慮がないっていうのもさすがにいかがなもんかっていうところで,でこん国っていうかまあどこのサッカー協会も基本的にそうですけど 別にさこう、クラブチームではないから、やっぱりちゃんと自分たちの,この、ね、代表戦をやるにあたって、それでやっぱり営業活動ってことやっていかなきゃいけないものなので、だけどやっぱりいろんな大会っていうのが、いろんなニュートラルのところ中立して行われたりだとか、もしかしたらヨーロッパで遠征しますよっていうふうになって、この間のね、日本代表、森保ジャパンの第2次大戦の、この間のドイツ戦みたいなことがとあれば、あれは向こうの収益とかになるわけですけど、まあ、ただ、それでね、あの来てくださるからっていうところで、いろいろお金が支払われたりだとかってことはあるけど、 基本的にはやっぱり工業なので日本でやらなきゃいけないよねそれでいろいろチケット代とかあれしなきゃいけないよねってところがあったりとかあとはやっぱりいろんなこうスポンサーさんがこう絡んできてくれる KDDI さんとかみずほさんとかもちろんキリンさんだとか今だったらあったりするかもしれないけどその当時だからハリルさんがそこら辺をちょっとないがしろに仕掛けてっていうところでこのままハリルさんが続くんであればワールドカップあるかもしれないけれどもいわゆるもうなしにするぞみたいなことがあったんですよね要はね。 でもそうなったら結局は短期的にハリルさんをこのまま続けさせてワールドカップの結果取れるかもしれないっていうところと。とで取れ で,でも、もしかしたらその元からのスポンサーさんたちがもう来てくれないかもしれないっていうところとここでちょっとどう結果がどうなるかはわからないけれどもただベースはとりあえずできたからっていうところで考えてあんまりこう世界的な評価は高められないかもしれないけどでも、ただスポンサーさんにまばりついてもらわないと国内のサッカー JFA ていうのがあんまりうまくいかないよねみたいなところとかあったわけじゃないですか。 これ多分ある程度というか、大体の方はど、それはどっちで迫られるかって話ですけど、迫られたときにどういう判断するかですけど、まあ、正直99%、どっち取るかって言われたら、やっぱりお金ないわけじゃない。結局、コロナとかも経験して、ね、JFA のあそこの建物とかもなくなったわけじゃないですか、お茶の水のさ。それぐらいまでちょっと、ある意味で追い込まれた部分あるでしょって考えると、やっぱりそこまでこうお金をたくさん持ってるわけじゃないので、 ってなったら、多少仕方なかったっていうのは僕はいまだに思うところなんですよね。 やっぱり今回、クリスマンさんもそうでしたけどというか今こう、今、まあ、森安話、ななみ話みたいなものはまたどっかでしたいなとうう思ってたりしますが別に今の日本代表ってアジアカップで優勝したとてこれは僕らをこうアジアカップで負けてすごく悔しかったけどただ、難しいのがアジアカップでグループステージ敗退とかにならない限りは正直、そんなに何か失うものって言うてなくてーライト層ガーとかいろんなこと言ってこられる方いると思うし 今回正直テレ朝さんが赤字被ったっていうのはまあまあそれはそれで間違いないなもんだよなっていうのはそれはあるんですよ。なんだけど、いわゆるスポンサーサイドから例えば優勝したとてベスト8で負けたとて多分ここの代わりってのはないですね。 でその理由は何かって言われたら、やっぱり日本代表自体が、もう森保さんを含めた上で、コーチングスタッフ、またはあとはアナリストスタッフだとか含めて、次のワールドカップの布石にしますよってことをもう言い切ってたってところもあるかなと、もう森保さんも就任する段階でアジアカップ、まあ優勝はもちろん狙いにいってたと思うし、できる限ぎりまあ勝ちたかったっていうのは、それは間違いないと思うけど、それはあくまで願望のところであって、韓国代表にあったような、そのコミットメントみたいなものはきっとなかっただろうなってのは、なんとなくいろんなところの コメントの端々からとか、あとはスタッフの皆さんから出てくるいろんな言葉を考えても、まあ、なかっただろうな、前回もそうだっただろうなっは思いました。というか、おそらくワールドカップ以外多分ないでしょうねで、しかもそれはもうかつてもそうで、アジアカップで優勝したとって今の選手の皆さんって国内組の今回だったらマイクマ君とかに関しては評価上がったな、市場価値も上がったなってのは間違いないと思うんですけど。 国際組っいう言い方、ヨーロッパ組に関しては正直何も上がらないだろうなっていうのはやっぱありましたから、おそらくはこ、ね、あのこれ取っていのが月曜日のもう夕方なので、あの遠藤る選手がカラオバーカップで、ね、リバプで優勝しましたけど、あの優勝の方がやっぱりく君からしたら、アジアカップ優勝の何倍も市場価値を上げる手立てになって,たなってるだろうなと思うので、これはアジアでいいクラスね、スね我々としてはちょっと悔しいところはあるけれども、まあ、そういうもんって捉えた方がいいんじゃないかなって思ったりするわけですよ。 だったら僕がずっと思ってるとか考えてるのはまずそもそもの話だなと思ってサッカーがどうとか戦術がどうとかの前にやっぱりもっと根本のところでいわゆるそごが起きないことだったり、まあ、そんなの当たり前の話じゃないかって言われたら俺もそう思うけどでも結局どこの国でも起きてるわけじゃないですか。 今回だったらいろんな国がねスペイン代表、もっとスペインの監督とか、いろんなそれこそ強国の方々をやっぱりアジアの国々は持ってきたなってところはあってで、そうすることによって、その人がやっぱりいい指導者とか、たくさんの戦術、自国の監督さんたち使うよりも、もっと上だからっていうところで彼らを使って、まあ、強権発動じゃないですけど、そのトップダウンってところでやってたなってところはあって、それに率いられてで、その方がアジアの皆さんっていうのは、どうやらこう結果を導き出すのがうまいってところが、なんとなくはあったような感じはある。 ですよね、で逆に韓国に関してはで、まあ、で地国の監督じゃないところでやってみたら。 冒頭でも話しましたけど、そもそも、じゃあ、今回戦術がどうとか、だとね、イ願院武ス孫楓民のところとか、あとはこう、シニカルに笑ってる表情のことだとか、それこそ、じゃあ、戦いが終わって、その後じゃあ、会議は韓国で俺も残って参加するよって言ってたのに、やっぱり自宅に帰っちゃったとか、それこそそのオンライン会議やってるところでも途中で抜けちゃっただとか、やっぱりこう、クリスマン前監督との祖ごってのは、韓国のサッカー協会のところであったなと思っていて。 でクリンスマンさんもだからある意味、欧州組をま徴用したってたというところがあったりしましたけど、でもやっぱりね、K リーグとか、もしくは中国、もしくは J リーグとか、そこら辺のアジアのリーグを経た上で、ヨーロッパに行ったっていうふうに考えになるのは、仕方ないことだなと思うので、だから向こう欧州組を徴用するのは、まあまあまあ理にはかなっているとはいえ、やっぱりあんまりこうスカウティングしてなかったんじゃないかなって話が上がってくるのは、やっぱりクリンスマンさんに対して、その仕事のベースの部分として、いかがなものかってところはあるじゃないですか。 で、じゃあハリルさんが次どうなのかとかあるけれども、日本でもし誰か外国籍の監督を連れてくるっていうふうになって、こんだけこうヨーロッパにたくさん行ってて、イングランドにもいる、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア、もちろん2部にもそうだし、ベルギー、スイス、オランダ、ポルトガル、であと北欧にもいる、東欧にもいる。 J リーグにもいるだったら MLS で南米にね、木田良河選手も行ったってところがあるわけでそれらをじゃあ全部チェックしましょう日本じゃない海外のところの、まあ、1部リーグまたはあの5大リーグの2部リーグクラスのところでやってる人を見ましょうってなったら結局1 0何十には見なきゃいけないわけでそれ手分けしつつで J リーグもくまなくチェックしながらゲームモデルも作っていきそれかつやっぱり第1次大戦の時でも話しましたけど スポンサーにもちゃんと挨拶し、で、まあ、あんまり言いたくないですけど、ね、伊東純也選手みたいな件もあって、あれもちょっといろいろいわくはあるだろうなと思ってますけど、そういうことを考えると、なんて言うんでしょうね、ある程度こう、外国籍監督を連れて行った方がが、まあ、ある程度こう排他的になるというか、一,一定そ違う機会はもう切り捨てられるだろうなっていう感じはちょっと思うところで。 でまあ、全部が全部やってくれるだろうなってちょっと到底思えないというか、でも、これをだからどう思うかって、本当、いろんな判断はあるんだろうなと思いますけど、いろいろね、だから JFA としては、やっぱハリルさんのの判断をやっぱどう考えるかっていうのは、僕はあるのかなと思ってるんです。 ああいうそこがもう一回生まれ,るく生まれて中がギスギスしたりだとかいわゆるワールドカップ直前でどうなんだっていう風になるくらいならばやっぱり自国の監督を育て続けるだそれでだからまだ欧州とは差があるじゃないかといブーブに言われようともそれは関係ないっていうところでやっぱね森保さんのカーチを続けていくのがやっぱりゼなんじゃないかっていう風になるのは僕はまあそうなんじゃない。 だそれをね、良くないよ、もっとなんかクロップ、今度、ね、退任するんだから、それぐらい連れてくるぐらいにしようよって人もいると思うんですけど、多分それをやったところでお金は出ていくし、プラス、まだまだこうメリットがどの程度あるのかってことの試算ってあんまりこう出せないような気がするので、もちろんね、いい監督連れてきて100、100%すぐ結果残せるようであればあれですけど、多分そうはならないじゃないですか。 多分っていうか99.99% 99そうならないと思うのでいわゆるお金投資した分の回収ができないのであればその監督を連れてくるべきもしくはそのクラスの監督を連れてくるべきではないというか。 もちろん、例えばデゼルビーとか、そのクロップさんみたいなクラスで、三マだったり、ドッタルだったり、南野拓実だったり、知ってるような監督さんを連れてきて、日本人のメンタリティーこんな感じだよねとか、ある程度分かってる、クロップさんに関してはね、ブンデスリーガ見てるみたいな、他にも堂安、伊藤弘樹とかも分かってるだろうなってのは、あったりしますけどで、もちろんプレミアやってる富安、えー、もそうだし、あとは三マもそうだし、分かってるよってのは、クロップさんからしたら、まあ、もちろんあると思うんですけど。 とはいえ、じゃあそこまでの金額、それこそ監督だけじゃなくてコーチングスタッフまで連れてきますっていう風になったら、それこそクリンスマンとそのコーチングスタッフだけでだって十何億でしょ ?4 年とかでプラスアルファ払って、5桁が2億くらいなんでしょってことを考えると、その何倍なのって話じゃん。 だいぶきついよなと思っちゃって、で韓国としても、だから正直ぶつからない可能性ってどれぐらいあんのっていうところが、まあ、ここでね、もうもうハリルさんとかであの、ビエルサさんとかで行くっていうふうになったら、まあ、もちろん腰を据えて、まあ、3月の代表終わった後次の6月からってなるから、ワールドカップまで残り2年っていうところでの契約になるんじゃないかなと思いますけど、クリスマン1年ってこれでしょ わかんないよね。だそう考えるとね。では韓国もオーストラリアも日本もそうですけど、もうそうやってもう一つのところ、だから本当20年前、30年前ともう違うじゃないですか。自国の選手をそのまま育て上げてっていうわけじゃないじゃない。もう視察に行く、視察するってなったら自国のそのリーグだけじゃなくて。 その森谷さんがよくやってるように、ヨーロッパいろんなチーム訪れて、いろんなことをお話ししてってことになってきて、それを全部やってくださるとか、それプラススポンサーのところまでとか、いろんなゲームモデルを作ったりだとかって配慮も含めた上で、やれるのかって言われたら、なかなか難しいものがあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、だから、韓国大福うまくいくかどうかは、ちょっと現時点では会議的な目で見,見ざるを得ないっていのが僕の意見ではあるんですけど、 まあコスパよね。お金の面と、それでだからどういうリスクがあるのかとかってことを、やっぱり考えながらで考えたら、やっぱり日本代表の思う、今ちょっとどうにか作り上げていくぞっていうところで、森屋さんが七海さん、前田良一さん、斎藤コーチ、石村さんも含めてですか、そこら辺をこう今作って作ってっていうふうにしてるのは、なんかいいことなように感じるし、監督もコーチもいつかこう離れていっちゃうってところがあるからこそ、やっぱあとはスカウティングのところですよね。 アナライジングのそのコーチのところほどむしろずっとね残中で仕事できる方々なんじゃないかなっていうのもあったりしますからそこを育て上げればやっぱりその分析部門のところでずれはなくなるだろうしそれが次の監督その次の監督にまで生きてくるようであればやっぱりいいよねって感形なので僕は今の日本代表のやり方はいいなと思うしただ韓国代表も現状でいきなりね地獄の監督に行くから引っこ抜くってのはなかなか難しいものがあるよなってところがあるのでちょっとあれですけどもしか あのなんであればね、ちょっと誰かってなんとなく一本化してって、この1年間とか最終予選の途中ぐらいまでは、ちょっととりあえず違う監督で行きつつってのがあるけども、今シーズン終わったところでさらに新監督になんか丘変えるぐらいの方が、結果としてはいろんなものが、まるっとするとうまくいくってのはあるんじゃないのかななんていうふうに思ったりしますが、皆さんはいかがですかってことを聞きたくてってので動画にした話でございました。つら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 よくこの画面一枚で喋ったなと思いますけど、皆さん的なご意見ありましたら聞かせていただけると嬉しい でございます今日は夜、ミルアカマンデライブありますけれども、もしかしたらこれ終わってる時間にも聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、アーカイブ開幕説に関しての話、えー、残ってると思いますので、えー、見て、聞いていただければ嬉しいなと思っております。皆さん、どうぞよろしくお願いします。そんな感じで、ノーミルサトでございました。えー、皆さん、えー、寒かったり、あったかくなったり、なんかいろいろ気候の変動あ,りもあるので、あの風邪をひかないように、そしてハリルさん、どこに行っても、僕は結構あなたの作が大好きです。えー、頑張ってほしい。 ハリルさんに一度話し聞きたいね。えー、ということで、のミルサトでございました。またです